何も知らず鍵をかける男、カウントダウン開始。ベンチに座り彼氏が出てくるのを待つ彼女、パンツを下ろししゃがんだ。まずは成功。続いてやってきたのは中年男性、何やら躊躇しているが、入った。そして慎重にドアの鍵をかける、カウントダウン開始。お尻を出すがすぐさまズボンを上げ始める男性、しかしこの時彼の目に映ったもの、それはおばさん3人組。彼は身動き一つせず通り過ぎるのを待っていた。次に3人組の男女、小走りにトイレに向かう男性、入ったと、ここで帽子の女性もリュックを下ろしトイレに向かった。入ってしまうのか、ドアを開けた。なんと髪をもらいに戻ってしまった。その時、お尻登場。お尻を見て笑い転げる女性、お尻を出しておどおどする男性。どないなってんのこれ。そしてお尻開場。続いて我々は四方の景色が一望できる大室山に移動。山頂までリフトを使ってトイレを運搬。果たして観光客はこのトイレに入ってくれるのか。作戦開始。やってきた一人の男性、まんまとトイレに入った。手間取りながらも鍵をかけ、カウントダウンスタート。ズボンとパンツを一緒に下げしゃがみ込むと、その時、今度は二人組の男性、談笑を交わしながら何も知らずに二人ともトイレに。カウントダウン開始。大パノラマに下半身をさらした二人はなぜか笑い続ける。そして、すごい切れたよ。さらに我々は伊東で一番美しい人工浜、伊東オレンジビーチでグレードアップした特製簡易トイレを監視小屋脇に設置。まずこの男性でどこがグレードアップしたのかお見せしよう。何も知らず男がトイレに入る。鍵をかけるとカウントダウン開始。ここまでは先ほどのトイレと同じだが、何も知らず男がトイレに入る。鍵をかけるとカウントダウン開始。ここまでは先ほどのトイレと同じだが、まず最初にやってきたのはカップル。男が彼女にバッグを手渡しトイレの中へ。カウントダウン開始と、その時彼女がトイレの異常に気づいてしまった。だがもう遅いのだ。排水管パイプに捕まり、そのまま海へ引っ張られていく。そして水上スキー、波しぶきを浴びながら便器は沖へと進む。心配する彼女は上手に